はい、どうも、マリアンでございます。本日ですね、新しい企画としてですね、まあ、クソコをですね、どんどん削りに行く、どんどん解説動画をちょっとやっていきたいと思います。それではですね、まず最初に削りコースはこちらからやっていきたいと思います。はい、ではですね、まず最初はこちらのコースからちょっと行きたいんですが、まず残ってるかな。ちょっとね、今私がやろうとしてますのは、もう3年ぐらい前にですね、あ、3年じゃねえや、2年半くらい前か。ミンマトに出てきたコースなんですけど、これが本当にもう、ひどいです。まあ、どうひどいのかはちょっとね、中身入ってからなのですが、まあ、本当にまあちょっと試しにこれあるかどうかからですね、もう消されてたらもうアウトなんですが、消されてないことちょっと祈ろうと思いますが、はい、どうでしょうかね。あ、めっかっちゃったー。はい、このコースでございます。このコースはマジでね、私がねですね、初めてですね、まだ、レートがですね、S 帯のね、4500行ってなかった頃ですね、4300か400ぐらいの時にですね、初めて赤帯3人と当たりまして、初勝利したコースなんですが、私はこのコース、迷わずダメをつけました。ではですね、まあちょっとね、このクリア率に関してはちょっと無視してください。この数字を追求しても何の意味もございません。ということで、まず中身貼りたいと思います。はい、ではですね、ちょっと一見この作りなんですけど、これまずね、何かがおかしい。これちょっと皆さん、これちょっと違和感ちょっと気づけませんか？これね、まずね、いきなりこうやって始まる感じですね。で、ここに、ストップするとこアンドかと思ったら、ただこれだけ。本当にこれだけですね。で、ここ入ります。で、これ、ま、ここまではまずいいとして、こっからまずね、いきなりもうおかしいとかございました。で、私はですね、たまたま、その時もですね、一番下入ったから、といったことはなかったのですが、上の二つ入ったら、まずクリアできません。まず死に要素引っかかります。で、次これですね、本当にまあ、これ自体はね、まあ本当は良くはないんですけど、良くはないんでしょうけど、まあ、よしとしましょう。これ他のビンバドにもあったりしますからですね。で、まあ、ここがゴールなんですが、まあ、ちょっと見てください。これがとんでもないクレイジーな作りしております。これ、この青い部分見てください。これ完全に埋まってますよね。うん。はい、続きまして、今度はですね、こっちの緑入りたいと思います。ということで、緑はこれですね。まあ、下から2番目ですね。これはどうなんでしょう。これはクリア、こっちのレーンはどうなんでしょうかね。はい。で、こうやって、この辺までは問題ないんですが、こっからどうでしょうかね。まあ、ここも問題ないでしょう。はい。はい、続きまして、黄色からどんどん、続きまして、ちょっと黄色いきたいと思うんですが、こっからがひどいです。本当にこっからがひどいです。まず、ということで、まあ、ここまず行きますね。で、あとは、ここはちょっとテクニックがいると思いますが、まず無理ですね。本当に。はい、最後、今度、青い箇所行きたいと思いますが、これはもう、見てわかる通り、もう、多分解説する必要ないと思いますが、あえてちょっとまあ言うとしたら、まあこんな感じですね。ということで、このコース、まず、クソコ行き決定でございます。おめでとうございます。マーニャンチャンネル。はい、では続きましてですね、今度はこちらのコース行きたいと思います。このコースはですね、最近ちょっと私がですね、動画にしたコースなので、まあ多分、消えてはないと思いますね。本当に、そんな経ってないので、もう9月の頭ぐらい、まあ9月入ってからぐらいに撮ったやつなので、まあ撮った時出てきたコースね、ミンダレバトルにね。なので、そんな消えてないと思いますが、まあ、この間に消されてないこと祈りますが、どうでしょうかね。はい。あ、めっかっちゃったーということですね。はい。はいですね。今回このコースを選んだのはですね、ちょっと私がつい最近ですね、この動画にしたコースなんですけど、これがまあひどいです。このバトコはですね、まあちょっとね、まあ実際にプレイした動画はね、まあちょっと、まあ怒りっていう、まあちょっとかなり過激な、まあ、でっかい文字をつけた、まあサムネなんでね、まあこちらでですね、概要欄にね、ちょっとまあリンク貼っておきますので、こちらの方を見ていただければと思いますが、これは本当にひどいですね。これ何がひどいのかっていうと、本当にこれ条件設定が完全に破綻しております。とりあえず中行きたいと思います。これ、プクプクを5体倒してからゴールってことなんですが、ここまず入りますね。で、これちょっとなんかね、割とこれ早すぎです。これね、スタートがちょっと早すぎます。カウント打たずに、なんかね、3カウント打たずにいきなり始まりました。これ、さっきのコースに比べればそうでもないんですが、これでもまあ、結構戸惑った方ですね。やっぱり、
でですね、まず魚1匹2匹ですね。で次ここなんですけど、私がすぐ気づきましたか、気づかなかったかと思います。ここ本当にどうやって行けばいいんだということで、このままだと、あべ、ちょっと待った。一旦これちょっと寝といてくれ。私はちょっとね、すぐに気づきましたが、ちょっと気づかなかった方もいらっしゃいましたので、これちょっとね、何かがおかしいと思って、これどうやって壊せばいいのか本当にわからないと思いましたが、実際はこうでしか、こうでした。このね、ノコノコを投げて、この赤いヨッシーを出します。で、赤いヨッシー出させて、この壁に向かって火を何発か吐いてください、これ。で、ボム兵がなんかいたらしいです。ここの部分にね。で、魚3発目。ということですね。はい。これ皆さんちょっとお気づきの方も いらっしゃると思いますが、これぶっちゃけまだ4匹しか倒しません。ですが、しかも鍵はこんなところにありました。これは絶対気づくわけないですね。と、やっぱり、私、改めてこれプレイしてみまして、この例には4匹しかいません。だけど、条件は5匹し必要になります。で、じゃあこの先にあんのかなと思うじゃないですか。ところが、あ、ここに、あ、5匹目がいました。ただですね、これ実際のプレイ動画見ていただければわかるのですが、これちょっとね、読んでみ、あのね、私のね、プレイ動画には実際あるのですが、この魚5匹という、まあ、条件が本当におかしいです。なんでかっていうと、やっぱり動画見ていただければわかるのですが、これね、さっきのね、でかい魚の5匹目ではなく、まあ、ちょっとね、この条件はミンバトに関してはね、これ共通で、発生してしまいますので、ステージの最中にですね、条件がですね、成立してしまうということがありました。で、極めつけは、こっからがゴールなんですが、このゴールの場所もちょっとひどいです。ちょっと私は今これ条件取ってるから、普通にこれゴールできるんですが、私が実際にこのコースをミンバトでプレイした時にですね、まあ、条件がね、取れてなかったので、これゴールできませんでした。そしてこれちょっとお気づきの方もいらっしゃると思いますが、これ何かがおかしい。このゴールの位置、何かがおかしいですか？これ実は何なのかっていうと、ゴールバーがですね、ミンバトのレーンの中ではなく、外にあります。ということで、この空間でですね、なんかせっかく条件を取っても、ここで奪い合いというのが発生してしまいますので、まあ、これは本当にひどいです。これでこれ本当にね、みんなでバトルのバトコとしては本当に成立してませんし、これ先ほど申し述べたごとく、条件設定がこれ破綻しておりますので、本当にね、任天堂さんお願いですからですね、みんなでバトルをちゃんと楽しめるコースを、ミンバトルに出していただくようお願いいたします。間違ってもこんなコースをですね、ミンバトルにちょっと出していただかないよう本当にお願いいたします。ということで、これ失礼いたしたいと思います。